松平信用は、江戸時代前期から中期にかけての大名、老中。丹波国志の山藩の第四代藩主。には十四位下地重。片野原松平家十代当主。第二代藩主、松平道信の三男として誕生。兄で、第三代藩主の信都氏が病弱で子がなく死去したため、兄の養子氏となり、遠方5年2月、十二歳で家督を相続する。 隠居中の祖父、安信が、法倹役を務めた。万美寺春、松崎乱谷を藩に招聘して、藩学の基礎を確立する一方、樹者の奈良吉、駅、大田氏をケをして、篠山領地氏を編纂した。犯罪性は思わしくなく、元六十六年に、洪水、法永六年には、干ばつ、聖徳五年には再び洪水と、災害が相次ぎ、百姓一揆も起こっている。 幕府では奥詰めを経て、京都諸子大に抜擢され、在任中、京都の大化復興、中身角天皇戦争の義になどに携わる。その後老中に昇ったが、聖徳五年頃から病気がちとなり、在任一年半で辞任する。坂井忠清の娘を正室としたため、綱吉政権時代には辛い立場だった。京都諸市大時代の宝永2年に、儀系で大留守居役の坂井忠司が、 将軍病代として上洛し、信用が領地からの収入では任務を果たすのが厳しいことを目の当たりにした。後に、中居は吉宗の政治顧問的存在として、たびたび政策立案に関与した時に、信用が少ない領地で退任を果たす苦労を提言した。吉宗は中居の提案を受け入れ、教法の改革では足高の性を施行した。ありがとうございます。